アイテム番号 SCP-815、オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル SCP-815 は、標準のキーパッド付き保管ロッカー以上の特別な取り扱いを必要としません。マイアース博士から許可書を受けてください。いかなる状況下でも D クラス以外の職員に SCP-815 を開封させてはいけません。SCP-815 はアクシデントを避けるため、注意深く取り扱ってください。説明 SCP-815 はスネーク基地艦という商品です。サルテドミクスとナッツと表記されている小さい艦で作られたありふれたいたずら道具です。実際には、布で覆われたスプリング4つが、スネークに相当する、入っていて、開封時に飛び出てきます。X 線やマルチスペクトル画像下では艦や、スネークの異常な性質をまだ測定できていません。開封時、スネークは即座に艦の中から消滅し、最も近くにいた人間の顔、メモ参照に向かって異常な力で爆発します。ハイスピードカメラの映像で、スネークは下部の空洞から現れることがはっきりしました。通常、鼻、頬骨、上顎に深刻な被害を受けます。結果として、被験者は命に関わる脳障害を回避し、出血し、ショック死または処分されるまでは生き延びます。およそ15秒後、艦は一人でに再封され、別の通常な、スネーク、が現れます。スネーク、が壊れずにその異常な速度を達成する方法は知られていません。メモ、SCP-815 は最も近い人間を狙うことを、研究者は頭に入れておけ。たとえロボットに開けさせてもだ。こういう事故で大掃除する羽目になるのは俺は嫌なんだよ、諸君。マイアース博士、